いよいよ8月。私は今新宿コマの桃屋ちゃん祭りのリハーサルの真っ最中なんです。今回はオリジナルミュージカルという感じで、フェニックスストーリーをお送りしたいと今からとっても張り切ってるんですけどね。で、私の役柄は宇宙から来た不思議な少女。少女っていう年なのかな。その少女がいろいろあるんですけどね、ここまでしかお話できません。とにかく今までにないようなスケールで新宿コマのステージを一つの、宇宙にしてしまおうと、こうスタッフ一同で努力をしている最中なんですけどね。本当に楽しみにしていただきたいと思います。こんばんは、山口百恵です。皆さんは夏休みの真っ最中、楽しいバカンスを過ごされていることと思います。さあ今日も夢の後先でお楽しみください。私の歩んできた道を綴るザ・ストーリー、今日は谷村新司さんのお話をしたいと思います。題してパパ。私がアリスの作品の中でね、大好きなものってとってもたくさんあるんですね。帰らざる日々から始まって、アルバムの中ではフィーネとかね、冬の嵐とか、いろんなの好きなのがあるんですけど、その中から、谷村さんのソロアルバムの中から琥珀の夢を聞いていただいてます。このアリスの中心というべき人、谷村新司さんと私の出会いなんですけど、17ぐらいの時だったかな、徳島のね、会館で、私が昼間ショーをやって夜アリスっていう時があったんですね。でその時にたまたま、私の方で照明をやってる木村さんっていう方がね、アリスの方でも照明をやっていて、でよく知ってるっていうんで、その木村さんの紹介だったんです。で初めて谷村さんがその時の楽屋に訪ねてきてくださいましてね、あどうもこんにちは谷村ですって、こうそれまで帰らざる日々という歌を聞いてものすごく好きになって、いい歌だな、一回会ってみたいなと思ってたんですけれども、そうだな、とっても優しい喋り方をする人だなって思ったのが第一印象だったんですよね。でその時に谷村さんが私のステージを見てくださって、いろいろとね、あの歌が良かった、ここの歌が良かったなんていうことを電話で話をするようになって、でそうですね、それからは、谷村さんが結婚したりとかで、結婚してからもね、お家へちょくちょく遊びに行ったりして、だから音楽っていう上での付き合いというより、どちらかというとね、とっても家族的な付き合いなんですよね。で谷村さんのことを仕事場ではね、普通に谷村さんって呼びますけれども、お家遊びに行ったりするとパパってみんな呼ぶんです。で谷村さんの奥さんのことをママってみんなが呼ぶ。でなんて言うんでしょうね、お家へ遊びに行くとものすごくこう落ち着けるっていうのかな、安心できるっていうのかな、とても温かい感じのする家庭でね、私の家庭っていうものに対しての、そうだな、理想像でもあるんですよね。あんな家庭ができたらいいだろうななんていうね、それだけ素晴らしいところなんですけれども、谷村さんは、かなり LP の方面で、いろんな曲を作っていただいたり、いろんな冒険をしてるんですけれども、私に対してどんなふうにこう考えていてくださるのか、ちょっと聞いてみたいと思います。谷村新司です。彼女との
出会いっていうとちょっとオーバーですけども、とってもなんかテレビでポツポツとしか見ていなかったのでよく、分からなかったんですけども、すごくこう筋の通ったっていうか、なんかこうしっかりしてる、折り目正しいっていうか、あとこうだらしない雰囲気の人がすごく多いそうな感じがするんで、彼女はむしろすごく意外な感じがあったんです。それまであんまり彼女の歌とかは興味があんまりある方じゃなかったんですけども、それ以来気をつけていろいろ聴き始めたんですけども、いつ頃からでしょうね、急に良くなってきた時期があって、何があったのかはよくわからないんですけども、何かあったんだと思うんですが、急に歌がすごく良くなってきて、ちょうど僕はアルバムで何曲か彼女とやって、その後ぐらいに確かいい日旅立ちの話が来て、それで作る時も割と同じお互いに旅をしている身ですから、やっぱりこう憧れっていうのがあるんですよね。日本のどこに行っても自分を待ってくれてる人がいると、そう思えば割と辛いことだって頑張れるんじゃないかって、こう一人でこう落ち込んだ時にふっとこう歌えるような歌であればいいと思いました。彼女自身すごく彼女風な自分の納得の仕方で歌を歌ってくれておりますし、すごく僕としては嬉しいなと思っております。はい、どうもありがとうございます。そうですね、とにかく谷村さんからこう教わったというか、これはこうだよって教え方じゃなくて、谷村さんの普段こうおしゃべりしたりしていることを聞いていて、本当にそうだなって思ったこと、よくね歌を歌ってると悲しい歌を笑って歌うと悲しさが増すとか、悲しいセリフを笑って言うと見る人間は悲しく思う、そういうお話よく聞くんですけど、これは絶対的に理屈でしかないって、やっぱり嘘でそれをやっていてもいけないんだ、とにかく一度は思いっきり泣いて叫んでもう乱れてね、でそれを通り越した後に笑える時に笑ったその瞬間っていうのが美しいんであり、また感動を呼ぶんだ、それはやっぱりその通りだなって思ったんです。で、ラストソングという歌を LP の中で作っていただいた時に、谷村さんと一緒にね、この歌はとにかくじゃあ泣こうっていう話だったんです。普段だったらば、まあ、谷村さんじゃない他の方が作ったあの歌を作ったんであれば、きっとその歌の意味を自分なりに理解してしまって、よしじゃあこれはさりげなく歌った方がきっと悲しいだろうなとか思って、ものすごくさりげなく歌ってしまったと思うんですけれども、あえて泣こうって言いましてね、で演技で泣くんじゃなくて本当に心に響いたら泣けばいい、そういう感じだったんです。でも本当にあの歌を歌うためにスタジオ入った時っていうのは、もうこう自分の意識とは全然別にね、その歌の中にバーッとのめり込んでいけたっていう感じがして、すごく初めての経験でもあったし、よかったなって思います。それではこの谷村さんが書いてくださった歌、とっても未だにあの歌聴きたいって言ってくださる方がとっても多いんですけれども、昭和53年11月21日に発売になりました、いい日旅立ち。
8月も終わり。いつも8月の終わりの頃は寂しいもんだなって思います。まあでも今年の気持ちっていうのはまた一つ何か違うような気がするんですが、まあ、大げさに言うならばさらば夏の光、そんな感じかな。カーテンからこぼれる夏の光をぼんやり見つめていたい。夏の夜明けをこの目の中に焼き付けたい。過ぎゆく時をしっかりと心に刻みつけておきたい。そんな気持ちです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ひょっとして宿題に追われて夏の日どころではないんじゃないかな。こんばんは、山口百恵です。さあ今日も夢の後先でお楽しみください。今日はとても素敵な方をゲストにお迎えしています。誰でしょうね。お楽しみに。さてさて、今日お迎えした方は私山口百恵と切っても切れない、なんというかこの腐れ縁というか恐ろしい縁のある方なんですね。ダーリン、待たせたな。お前浮気なんかしなかったろうね。当たり前ですわ、あなたに会いたくて会いたくて。何を言ってるか。お前はちょっと気を抜いてる間に。何ですか。なんだあの友。なん若返りましたね、お父さん。久しぶりだね。ねえ、なんかすごく若い感じで。いやいや、いつもそうなんだけど、今日はね、なんかこのスタジオに来るのにね、初恋の人に誰かにお前会わせてやるよって言われてね、連れてこられたような感じでね、本当、非常になんか緊張気味でね、目もほら伏せ気味でしょ。さっきまでね、ズルズルズルっと音立ててコーヒー飲んで。そんなこと言うなよ。というわけで、もう皆さんすっかりおなじみだと思いますが、大石五郎さんです。どうもこんばんは。なんか改めてね、すごく久しぶりなんですよね。すごく久しぶりだね。ちょっと去年のコマ以来かな、かなぐらいになるね。ラジオの番組一緒にやってたの何年前忘れちゃった。何年前ずっとやってたから、なんかついこの間までやってたような気がするんだけど、それでコマで何て言ったか知ってる。またやろうね一緒にねって言ってた。五郎さんが全然やってくれないんだもん。いや自分の仕事が忙しい忙しいってばっかり言ってね。そうじゃない、感づいたんだね僕もね。何をですか。あの男と怪しいこれ以上僕が食い込んでもいけない。この辺で引き下がろう。でもね、ね、五郎さんほら一時僕は影の男で、何影の男もいいから。病気したでしょ。嬉しそうに言わないで。病気したよ。そんな嬉しそうに言われるとまたしなきゃいけないような嫌な嬉しそうには言ってないですよ。会えたから嬉しいんだけど、そうそう、だから病気したでしょう。芝居っぽいんだ。何で、あの時にうんとなんかこうね、やっぱり闘病生活が長かった長かったせいか世間忘れてましたよ。とってもなんかなんかこう、あ、本当に病気上がりっていう感じがねちょっとあったんだけど、今日久しぶりに会ったら本当になんかこう日焼けして、あのお腹も引っ込んで、本当なんか若返ったみたいな感じ。そうだと思うさ。ねえ、そりゃそうだと思うさ。なんとかシェイプアップ影の男としてはね、こっちになんとか目を、ね、引っ張ろうとね日々努力をしてね、テニスったりなんかしてね。テニスってるの、報われてるわその努力。そうでしょ、テニスったりゴルフったりね、泳ぎったりね、遊んでばっかりいるんじゃないの。仕事忙しいって聞いたけど合間縫ってやってるんだ。なんなんでもどうしてる。何俺すごい聞き回り回って、今日立場的には僕聞かれるのか。そうよ、でもいいけど別にいいよな、いつもの通りでね、撮影が終わって終わってね、ほっとしてます。コマがね、そうなんですよ、終わったという雰囲気でね、お疲れさんでした。どうも。僕はね、1回目からね、ずっとこうやってきてさ、今年忙しくて出てくれなかったね。今年はさ、ぐっとね、2枚目の岡田真澄さんなんかがね、そうなの、登場したりなんかしてね、僕はおとなしく引き下がったよ。だからどうして太刀打ちできないの。目に見えてるも身長はあるしね、足は長いしね。いやでも2枚目っていう部分ってさ、うんとほらやっぱり太刀打ちしてるわよね。いえいえ、負ける人がいっぱいいますよ。ともいろいろいますよ。なんですか。そんなことないですよ。いや僕はかなわないですよ、ね、いえ五郎さん素敵です。この番組のイメージで言えば僕はかなあの負けないぞって思うけど昔のね、先に2枚目やってるのってね。これ誰が、私はだから本来の姿に戻ってやってるだけの話です。一人になってやっと解放されて、どうして僕と話するとそうに突っかかるようになっちゃうの。昔のイメージがどうしても出ちゃう。
いや、つっかかってないですよね、皆さん。ちょっとでも聞かかった言い方から。ごめんなさい。どうしても僕の前に出ると。うん、ゴロさん、ゴロニャンっていう感じです。そういえばこの番組にもさ、ね、いろんなゲストの人が出たりね、昔、ね、この番組ってことないか、カラフルポップコーンだとかさ、うん、やってる時にね、そうそうそう、あのいろんな仲間が出て、宇崎竜童さんも来たしね、うん、先週は宇崎さんがゲストだったの。そうなの、うん、相変わらずだった。相変わらず。あ、そう、うん、スキャンダルにもならず。そうだね、それは僕も言いたいセリフだね。そうね、なかったね。あの宇崎さんともね、この間ね、うん、なんで一緒に、まあ、番組やってたでしょ、うん、それなのになぜ宇崎さんだけが噂にならなかったかって、宇崎さんすごく悔しがってたんだけど。言っといてよ、宇崎さんだけじゃない、僕もいるんだからって。そうよね、五郎さんがうんと長い間一緒に仕事してたもんね。すごく惨めっぽい言い方しないでくれる。どうしてそういう言い方する。そういうイメージじゃないんじゃない、うんと健康的な兄弟とかさ、うん、前さ、うん、あの桃江と知り合ったばっかの頃さ、お母さんがさ、うんうん、桃江のお兄さんみたいだねなんていうね、うん、そういう発言をさ、うん、あのこぼしてたのをね。そうね、かじったことあったよ、昔お兄さんだったのね。おじさんかい今。いやいや、ちょっと前までうんとおじさんっぽかったけど、今日会ったら寸前そのお兄さん。そうでしょ、若いね。だからまあどっちかっていうと、そういうあのなんか雰囲気がね、イメージで取られる部分が ね、多くてですけどね、スキャンダルにならなかったというね。ね、一生懸命でもラジオではネタ振ったんだよね、スキャンダルになるように。振った。これ風に言ってたんだけどな。先週も振った、宇崎さんと。僕やってたね。美少さんなんて叫んじゃったんだけど。相変わらず。でもダメだったみたい、結局。そうね。まあ、あの話していくとさ、うん、我々ね、あのなんていうかな、ピリオドっていうのも知らないから。そうですね。どんどん話すと、あの私たち前もそうだったけど、うんとそのコマーシャルの最中にいろんな深い話をしてるんですよね。あ、だけそう、あの放送には乗らない部分で、ね、そうなんですよね、よくありました ね、 ね、あのおしめとっかえる時の話とかね。すいませんよ、そんなのは言ったじゃない、それでさ、うちにほら息子が生まれてどうも。あの、じゃあちょっとコマーシャル行きましょうか、どうぞ。今日の夢の後先は私の大好きな人、大石五郎さんをゲストにお迎えしていろいろお話ししておりますが、力が入りましたね。はい、おはがきを読んでいただきたいなと。久々に。だけどね、久々はいいんだけどさ、うん、僕らが一緒に行った頃の番ね、うん、あの時と全然ハガキの質が違うんでさ、僕も手間取ってんだよ。だって、うんとだって真面目にお話ししてるんでしょ。あの頃さ、ありそうでないものあったら書いてきてとかね、スキャンダルな話があったら書いてきてなんてさ。今全然違うんですよ。世の中で一番惨めなのは何、脱毛症の毛虫とか、そういうさ、あったじゃない、短足の足長町の人がさ、これ未だに忘れない。最高だもん。あったね、そういえばね。ほんと面白かったよ。又三郎がいて。そう、ね、絶対ガリアの又三郎がいてさ。そうなんですよね。あの反響面白かったな、うん、あれ聞いてる人きっと、あ、笑ってんね、知ってる人ね、うん、で、反響読む。はい、お願いします。こんばんは、桃江さん。こんばんは。一日一日と引退まで迫ってきているようです。はい、こんな時の時の流れって早いもんですね。そうですね。桃江さんと歩んできたと言ってもおかしくない私の青春、うん、そしてもう少しでピリオドが打たれようとするのです、うん、でもそんな考え方あまりにも悲しすぎます。だから桃江が引退をすることによって今度は私一人で歩み始めるんです。そして桃江という存在は思い出として私の心に、うん、私は人間に生まれたこと、ある時は恨みました。でも今は人間に生まれてきたこと感謝しています。うん、山口桃江という人に巡り会えたんだもん。それから桃江さんにも感謝します。本当にどうもありがとう。残り少ない日々精一杯頑張ってください。パン一郎、はい、みんなで応援してます。どうもありがとうございます。またいつか素晴らしい出会いがあることを祈って、うん、どういった出会いになるかね。は？いやいや、日一日と引退まで迫ってきているっていうこの言葉がずしっとね、こう僕なんかこう感じちゃうんですけどもね、うん、本人っていうのはどういうものなんですかね。引退の日っていうのはもうちゃんとそこにもう終点があるわけでしょ、うん、ある意味でね、この世界でも。そうね、うんと重いっていう感じもあるけれども、うん、でも逆にいろんなこだわりなく、仕事でね、もちろん、うんうん、いろんなこだわりなくこうやっていられるっていう感じがすごくして、うん、仕事の中では一番充実してるみたい。うん、うん、ある時突然あれでしたね、いわゆるそのなんていうのかな、
山口百恵というね、うん、ブラウン管の山口百恵じゃなくて一個人の山口百恵がいろんなことをやり始めたことがなんかあったような気がしましたね。いつ頃？いやというのは違う、そのなんていうの、うん、ものをこう書いたりとかね、うんうん、そういったこうなんかな行動を取り始めたことがありましたね、うん、そうですね。あれは何がそうさせたんですかって思ったのね。終結って終わるっていう字に決まるっていう字の終結、うんうんうん、をさせたいなって思って、うん、そのためにはじゃあどうしたらいいかって考えてって、結局じゃあ自分で終わらせるっていうか、こう一つ決めるためには、うん、自分で思ったことをやっておくべきなんじゃないかと思っていろいろ始めた、うんうん、そういうふうにやり始めてさ、来たことっていうのはとってもなんか生き生きと自分が心が動いてきてるっていう感じになる、うん、そうね、やっぱり、ね、自分でやっぱり作業の第一段階から、うん、手を加えてね、で知恵を絞って、うん、みんなで協力しながら助けられながらやってるわけでしょ、うんうん、だからやっぱりうんと厳しいし、うんと責任もいるけれども、うん、でも逆にそれが楽しかったりするのね、うんうん、ところでね、何でしょう、五郎さんは昔、はい、例えば私がね、うん、どんな男性とこう一緒になればいいなとか思ってた？一緒になってほしくないと思うんですよ。誰ともなんで、じゃあどうすんの、一緒一人もいるの、うん、それじゃ寂しいじゃない、うん、だからその辺がまた難しいんだけど、うんうん、僕なんかは、うん、なんていうのかな、こう冷静にね、うん、見た場合と感情移入して見た場合とってこう分けたりなんか時々しちゃうんだけどさ、うん、今の発言は感情移入した発言、うん、冷静に見た場合は、冷静に見た場合ね、一、うん、人の女性として一人の男に恋をして、その男と結婚をして、そして家庭に入る、うん、仕事を辞めて、うん、実に素晴らしいことだな、本当にいいなって思うわけね、うんうん、だけどいわゆる、芸能界というね、うん、世界にいる山口百恵というのを見ていると、うん、そういう形でもって、嫁いでいっちゃうっていうことよりも僕は残っていてほしかったなと思うね、うん、それはやっぱり、いわゆるこの世界においての僕は山口百恵が消えていくということは非常に大きな損失だと思う、うんうん、それは変な言い方すると、やめてお嫁さんに行った方がいいんじゃないかっていう人が他にもしかしたらいっぱいいるんじゃないかっていう中でね、いる山口百恵はやっぱりこの世界でもってやっていかなきゃいけないような宿命を背負ってた女なんじゃないかなってことは、うん、だからやめて去っていってしまうことはね、とてもなんか芸事を進めていく全いろんなそのエネルギーのね、いろんなエネルギーがその中の一つがポツンと欠けていくような気がすごくしちゃう、うん、で山口百恵っていうのは、まあ、嫁に行ってそういうふうに形になるんじゃなかったとしたらばね、うん、その山ほど恋愛をしてね、うん、恋をして捨てられて、恋をして捨てられて、恋をしてその繰り返し、捨てられてまた恋をして捨てられて、うん、でいいだんだん段階を進んでいくことにね、うん、山口百恵というその芸を表現していく中での女の成長がね、うん、どん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 エスカレートしていってね、うん、偉大なその女としに進んでいくんじゃないかな、うんうん、って思うね、うん、だから結婚をしちゃいけない人なの本当はで感情移入すると、うん、してほしくないと思ってた、うん、けどそうも言ってらんないじゃない、うん、まあそれはもう忘れて、はい、置いといて、これから先になったらね、うん、やっぱりバチャッとラインを切ったんだからさ、うん、きちんとしたんだから、うん、やっぱり本当最高だねっていうね、うん、夫婦になっていってほしいさ、好きな人間だけどさ、うん、で可愛いねガキをね、ガキをね可愛くないね言い方がね、ガキじゃない、もっと可愛い、可愛いね、ご子息、美しいね、ちょっと良すぎるな、ご子息って、うん、いうのは男の子でしょ、そう男の子、俺男の子しか可愛いもんだって、可愛いよ、あ、ゴロさんち男の子だもんね、そうだよ、ゆうすけちゃん、おしめ変えるときどうなこうなって知りませんよ全然つまみに来ないんだから、ね、うん、いいですよ、そんなのは、うん、本当に真面目な話、うん、さっきのハガキにもあったけど、うん、なんていうのかな、山口百恵というね人と知り合えた、いろんな形でね、うん、知り合えたっていうことはそれなりに作品を通してたとかいろんな意味で
ある意味でのその時期共に生活できたわけだよね、うんうん、だからそれを僕ら側は一不安側はですねとても大事にしてそれを一つの大きな思い出としてね取っていきたいと思うし、うん、だから山口百恵さんは、そういうことが過去にあったっていうそんな素敵な思い出をやっぱりずっと忘れないで、うん、人生ずっと過ごしていってくれたらば、うん、僕も一緒に仕事ができたことが無駄にならないし、うん、それがとっても良かったなと思えるし、うん、じいさんばあさんになってもっといろんな話ができるんじゃないかなってねそうですね、気がする、まあ、縁側でね、うん、話しませんか猫を傍らに置きましてね、ひなたぼっこしながら私は盆栽なんかつまみながらねチョキンなんかね五郎さん随分と時間が経ちましたね、いろいろありましたけど、ね、別れたんだってちょっといやそれはないか、どうして結局最終的にそうなるのかな、うどうしてだって感情移入するとそうなんだよ、ダメですよ感情移入しすぎたら、だって僕知ってるか、何知らない、昔一人暮らししてる時さ、うん、僕の部屋にはさあの山口百恵のさポスターとかね、うん、レコードジャケットに入ってるあの写真を肌か置いてですね、うん、であの本当に純粋ななんていうか美しい少年のような心の不安の一人のような、うん、あれでね、そうだよってさ、へえ、うん、なんていうかな本当に僕は大人だったんだな、感情を殺して君の前にいつも現れていたというね、殺してた、そんなことはないけど、あのじゃあ最後にですね、okay. そうだな、まあ、最後にっていうのとってもなんか別れがたいという感じがあるんですけど、でもあのまたね、またあのお体気をつけて、うん、ありがとう、お仕事頑張ってください、元気な子を産むんだぞ、まだ早いかまだ早いけど、うん、元気な子を産みたいと思います、うん、どうもありがとうございました、こちらこそ突然なんかで、あの最後にね、うん、はいよ、私の歌の中から何かリクエストしてほしいんですが、うん、うん、一番好きな歌、うんとね、実にこう無理なくね、うん、とっても優しくね、うん、とっても謙虚にね、うん、それでいて自分を失わずに表面には表現して、うん、かつそのしなやかさを失ってほしくないから、うん、しなやかに歌ってって、あ、はい、ではでは、うん、リクエストにお答えして、はい、しなやかに歌って、どのくらいのお便りを皆さんからいただいたんでしょうか。励ましのお便り、私の歌に対するリクエスト、厳しいお叱りのお便り、とにかくその数は数えられないほどです。本当に感謝しています。一枚一枚のハガキを必ず読むようにしている私ですが、その返事を全て書くことはできません。でもいつか熱心なお便りを寄せてくださる皆さんとゆっくりお話をしてみたいなと考えていました。もうあと少しで歌手を辞めてしまう私ですが、その前にぜひ皆さんとお話がしたい、そう思って企画したのが今日のトーキングコンサートなんです。青春について、愛について、仕事について、この他
いろいろなことを膝を突き合わせながらお話ししたいと思います。うまくいくかどうか分かりませんが、私山口百恵、本日非常に張り切っております。最後までどうぞお楽しみください。どうもこんばんは。ああ元気な人が一人いる。どうも今日はようこそおいでくださいまして本当にありがとうございます。今日のトーキングコンサート、皆さんと一緒にどんなお話をしようかななんて思ってつい、そうだな5分ぐらい前まで、一生懸命こうハガキの整理をしたりね、それからさてどんなお話をしようかなんて考えてたんですが、今日本当に皆さんと一緒に、短い時間ですけどもね、本当にいろいろなお話をしてみたいと思います。それではまず、トーキングコンサートに入る前に、私の歌を聴いてください。聞いていただきました。というわけでちょっと私も皆さんと同じ立場になるために椅子を用意していただきましたので、ちょっと座って、ほとんど皆さんと今はステージの上で歌ってたんですが、皆さんとそれほど変わらない高さの、何センチぐらいあります？このステージ
15センチぐらいのステージの上に椅子がありまして、皆さんと本当に同じぐらいの高さに座りましたけれども、なんとなく緊張するもんですね。なんかお見合いという感じもなきにしもあらずなんですが、まあとにかく今日のトーキングコンサート、遠慮しないで、いろんなことをどんどん発言していただきたいと思います。トーキングコンサート、もしこの場所に参加したらどんなことをまず話したいと思いますかって皆さんに問いかけました。そうしましたら一番多かったのが芸能界というね、まあ、大きく分けて芸能界というものについてっていうことが多かったんですがね、読んでみましょうね。芸能界は汚いと聞きます。そんなことないですよ、みんなお風呂入るしさんって。山梨県のね、矢竹美由紀さん17歳、シャネルズの事件があったり、まあ、そういうことがたまたま、マスコミっていうものでうんとクローズアップされたりするでしょ。でそういうのを見て、お母さんがしきりにそういうことを言ってます。私自身は少しは裏があるってことは考えますけど、実際はどうなんでしょうか、それともこんなことはやはり聞くべきではないのでしょうかというね、ちょっと戸惑いながらのお手紙だったんですが、ちょっとじゃあ、手挙げてください。芸能界汚いと思う人。あ、後ろの方にちらりほらり。そうですね、まず一番こちら側の方から伺いたいと思いますが、芸能界のどんなところが汚い思いますか。芸能界ですか。はい。ありがとうございます。そうですね、やはり日本の風土からして、もしかしてなってきたです。はい、日本の風土からして、はい、物事をこう、金を潤滑油として、渡っていこうという人が多いんじゃないかと。金儲け金儲けを、そうですね、例えば大原さんの事件ありましたよね。 はい、あの時もデビューするために、いくらかお金使ったりして、それとかお金が、売れなくなって、しまうと、そこらの土佐回りというかキャバレーなんかに売られていったりする、売られていく多いので、本当に一部の人たち、桃井さんみたく、常にトップを走っている人たちはいいかもしれないけど、その他のピラミッドの下の方にいる人たちというのはやはりそうですね、自分の生活というのが大変だから、金のためにはどんなことでもするっていうふうになるんじゃないでしょうか。なるんじゃないでしょうかと思います。はい、はい、どうもありがとうございます。そうだな、私ももちろん私が知ってる芸能界っていうのは、そのとてもいろいろな面のあるうちの本当にたったの一面だと思うんですね。一つの方向から見た芸能界の側面っていうものしか、おそらく私が知ってるものの範囲の中にはないと思うんですけれども、でも確かにね、もちろんそういうことって多いと思うし、でも芸能界のやはり汚い部分、さっきおっしゃったけれども、お金のためにだったら何でもしてしまうっていう部分もごくごく一部分なんですよね。そうなんですよ。私ね、やっぱりもちろんそういうことがあったりするのは認めるし、マスコミっていうものに乗ってしまうのはね、どうしてもそういう悪いこととかそういう事件があった時にだけやはりとっても大きなニュースになるし、世間に対するアピールにもなるし、だから大きく扱われてしまうんですけれども、それもやはり私は芸能界の中の一部だっていう気がするんですよね。やはり去年も、裁判なんていうのがありましてね、芸能人交換裁判っていうのがありまして、あれは、私たちタレントにプライバシーがあるかないかっていう、まあ、それが一番大きなテーマだったんですけれども、プライバシーっていうのは、そうだな、私の感覚の中ではね、やっぱり皆さん誰でも
とっても立ち入られたくないところって絶対あると思うんです。で、それはやはりプライバシーがあるかないかじゃなくて、あって当然だし、でプライバシーっていうものは自分のね、自分自身の部分で決めていいと思うし、でやはりあの記事とってもすごいこと書かれたんです。で、読んでらっしゃらない方もいらっしゃるかと思いますけども、あれがね、まさかこんなことあるわけないじゃないって思わない方の方が多かったと思うんです。へえ、もしかしたらあるのかもしれないな芸能界はって思ってしまう。で、それはやっぱりマスコミっていうものが活字を通して、そういう状況にね、皆さんをある意味で、とても言葉悪いかもしれませんけれども、洗脳してしまったっていうことになるのかもしれない。でも私はやっぱり自分が仕事をしている場所っていう、今現在ね、仕事をしている場所っていうものに対して誇りを持ちたいし、そうですね、だから私の、知ってる芸能界も、彼が思ってらっしゃる芸能界も本当に、ある一部であるという、もっともっと本当はいろんなことがあるし、素晴らしいこともたくさんあるんですよね。それだけ忘れないでいてほしいなと思います。さて、夢の後先の中でブラック&ホワイトっていうコーナーをやってまして、皆さんからたくさんのストーリーをいただいてました。ほとんどのブラック&ホワイトのテーマ、恋愛が多かったんです。片思いで悩んでるとかね。今は皆さんが一番悩む問題っていうのは、そういう男女間のいろんな問題なのかななんて思いましてね、そういった中にも、はがきの中にも、ちょっと言葉の順序が違う、はがきの中にもそういったものがありまして、笑わないでね。豊島区南池袋にお住まいの市川さん、二十歳の方、女性ですけどね、すごいの、何を話し合いたいか、テーマ、女の本音について。この後がすごいんです。女って一度抱かれてしまうと心まで奪われてしまうものだからでもみんなと話し合ってみたいって。でも、こういうことってね、意外とみんな触れないでしょ。でもね、真剣に考えてる方たちってとっても多いんですよね。ブラック&ホワイトの中にも本当に多かったんです。それから千葉市にお住まいの、浮田理恵子さん、17歳の高校2年生、テーマ、性について、今性交渉というものについていろいろ言われています。若者の乱行、それに対処する親たちの在り方などもこの頃よくテレビ番組で見られます。では同世代で人事ではない立場にいる私たちはどう考えたらよいかについて、みんなと話してみたいです。で、こういうテーマをね、たくさん寄せてくださった方たちもいらしたんです。で、やっぱりみんなとっても、あやふやではなくてね、今真剣にそういうことについてね、考えたいんだなってことが感じられて、で、男性にしても女性にしても、それぞれの性っていうものをね、考えてみるべき時なんじゃないかっていう、そんな気がしたんですよね。で、例えば性という、一つのとても漠然とした言葉について、同じ年代の人間としてどう思うか、何かご意見ありませんか。はい、じゃあどうぞ。通称クマって言います。で、19歳で今看護婦をしてます。で、私たち看護婦の中では、はい、いろいろとそういう関係というのは特に耳に入りがちなんですね。で、その中でよく友達と話し合うんですけども、はい、付き合って、私の友達にも今もうつい最近付き合って1年になって、今現在妊娠6ヶ月なんです。はい、そういう問題について、本当に付き合っているならば性交渉をしてもいいか、それとも良くないってことはないですけども、性交渉する中で妊娠ってことが必ず考えられるわけですね。そういった面でこうどういうことが本当に正しいのかっていうか、することは悪くないけれども、子供を作るっていうのはまだ結婚もしていないのに、性交渉してしまえば子供のできる確率があるわけですよね。だからそういうことに関して、どうしても性交渉しなければ恋愛っていうものはできない
ものだろうかとか、うん、そういう面にそういう面がこう出てくるんですね。あなた自身は、はい、性交渉のない恋愛っていうのは成り立つと思いますか？まるっきりないってことは言い切れないと思うんですね、うん、まあ、私自身まるっきり性まではいかなくても、うん、ある程度のところまでは言って当然だし、自分の年齢的にも何もなければお化けだと思いますけど、お化け、だけどこう自分たちの将来っていうか、そういうものを考えた時に、うん、なんていうのかな、うん、基本的には否定はしないけれども、でももっと真剣であるべきだっていうことですね、自分たちだけっていうことじゃなくて、とっても生まれてしまう可能性の大きい子供、赤ん坊、で一つの命とか、一人の人間としての人格であったり人生であったりっていうものをやっぱり生み出すのは女だし ね、 女性の方がとってもそういうことに対しては敏感にいろんなことを考えてると思うんだけれども、そういうことをもっともっと真剣に考えた方がいいのではないかという。そうですね、うん、まあ、私も学生の時からこう文面とか走破とかそういうものを勉強してきたんで、うん、若い18で子供を産む人、下ろす人、うん、その中でも下ろしてもケロッとしてる人はケロッとしてるけれども、うん、泣きわめいて叫ぶ人もいるし、うん、そういうのを見てると果たしてこう安易にそういうことをやっていいのだろうかっていうことについて、うん、すごく考えます。そう、今はじゃああなたの中ではある意味とっても大きな怒りでもあるわけね。そうですね、うん、やはりね、看護婦さんしてらっしゃるとおっしゃって、そういう場所でね働いてらっしゃる方っていうのはいろいろな人たちをそこで見るでしょうし、いろんな人生を垣間見るわけだから、その中で感じることって多いと思うんですけれども、でも看護婦さんだから感じて他の人たちだから全然考えなくていいっていうことは私はないと思うんです。本当に例えばそう思ってらっしゃる方一人一人もしかしたら何もできないのかもしれないけれども、でも一人一人の方たちがもっともっと真剣に考えることによって少しずつ目に見えないくらいのものでも変わっていくんじゃないかなって気がするんでね、本当に彼女の勇気ある発言に、皆さんも、そうですね、ちょっと彼女が今問いかけた一つの問いに対してね考えてほしいなと思います。どうもありがとう。私もね、まあ、ここにおはがきが来てるんですが、東京都小金井にお住まいの、神野みのりさんっていう方から、桃江さんが今執筆中の青い時の中で、執筆中っていうのは随分前のことで、もう、完全脱稿と言いまして原稿全部書き終えたんですが、青い時の中で性について触れて、初体験のことも書いているとのこと、なぜそこまでプライベートなことを書く必要があるのですか、週刊誌が興味本位に書くことが分かっているのになぜですか、お母さん、妹さん、友和さんの両親のことも考えましたか、で、友和さんとの愛が週刊誌によってけなされるようでとても耐えられません。多かったんです。私が青い時という本を書いてますお話しした時にね、お話というか、その部分に関しては週刊誌に最初にこう今こういった本を書いていて、その本の中でこういった内容に触れて書いてますというね、まあ、言ってみれば、宣伝広告なんですけれども、その中に、性について自分の性、所長から、それから初体験まで全部、正直に書いてますというねことが書いてあったんですが、決して告白記事とか、そうだな、そういうつもりで書いたものではなくて、まあ、これ読んでいただければ分かると思うんですけれども、私の中においての、まあ、
性という言葉に対してのね、一つの考え方、感じ方、そういったものについて正直にありのまま今の気持ちを書いたんです。ですから事実関係がどうであったこうであったではなくて、例えばその初体験なら初体験、そういう時までに一体どんな気持ちの変化があったんだろうか、最初はどうだったのか、性というものに対して自分はどう考えていたか、どう感じていたか、そしてそれがある一瞬によって変わったか変わらなかったか、もし変わったとすればどんなふうに変わったか、そんな精神部分をとっても正直に書いてみたかったんです。というのはやはり自分が女である、だから女であるがゆえに将来は子供を産むということもありますよね。そういうことに対してやはりできちゃったから産まなきゃいけないっていうんではなくてね、やはり望んで産む、そういうことが子供に対する一つの人格を重んじる女性としての最低限の礼儀なんではないだろうか、そんなことを書いたんです。まあ今私が口で説明するよりは皆さんに本を読んでいただいてどんなふうに感じたか、それをまた私ぜひ皆さんに伺いたいですしね、そういったこともぜひぜひお手紙でも結構です。道で会った時にねえねえって話しかけてくださっても結構ですし、皆さんからのお言葉をお待ちしています。いつも思っていました。皆さんからたくさんハガキをいただいて、その一つ一つを読んで、ああこの人はどんな人なのかな、一度ゆっくり話してみたいな、そんなことを思っても全部の方と巡り合うことはできません。でもほんの少しの時間でも皆さんと一緒にお話できたら、そう思って企画したのがトーキングコンサートでした。人生のいろいろ、今この年、今この時の気持ちを素直に語り合ってみたい。先週はその1回目の模様を聞いていただきました。今日はその2回目です。どんなお話が飛び出してくるか、どうぞお楽しみに。さてさて、前半はかなりハードなお話がありましたので、後半は運動を皆さんと楽しくね、そうですね、質問を全然関係なくいろいろ受けようかなと思うんですが、何でもいいんですが、あんまり難しいこと聞かないでください。お手柔らかに。何か私に ご質問のある方、ちょっと緊張しておりますが、いらっしゃいました。はい、お名前と年齢をできたら。立川市の斉藤ゆかです。斉藤さん16歳。16、はい、萌ちゃんが引退してから、はい、主婦業以外にやりたいことは何ですか。引退してから主婦業以外にやりたいこと、そうですね、そうですね、まあ時間を見つけて何か勉強したいなって今はとっても思ってるんですよね。それがもしかしたら語学かもしれないし、まあ、そういったものでこう自分がとにかくこれをやりたいっていうものに時間を費やせるっていうね、そういう状態は持っていたいなと思っています。どうもありがとうございます。はい、どうも。他に、はい、じゃあ10月15日に引退しますよね。はい、16日何しますか。でも、そうね、でもそうですね、まあ、16日っていうのはなんとなくやっと、ああ本当に仕事辞めちゃったんだななんていう実感がね
後になってきっと出てくるんじゃないかなっていう気がするんで、まあなんとなくうちにぼーっとしてるんじゃないか、そんなふうに思います。私ね今ね学校ね日本音楽学校行ってるんですね。日本音楽学校、はい、はい、保護さんのやつやってるんですね。桃江ちゃんの新居の近くなんです。うちの、はい、新居、今度は新居、はい、ほら高輪の、あ全部個人的な話になりました。近くなんです。だからいつも授業中眺めています。あ、はい、そうですか。他には、あ、じゃあ一番端の、どうも、はい、すみません、はじめまして。はじめまして。桃江さんがね、うん、今左手にはめていらっしゃるブレスレットですけど、はい、三浦友和さんからいただいたと思うんですが、違うかな、いつもあのテレビなんか見ると大抵やってらっしゃるんですね、ええ、でそれを初めていただいた時どんな気持ちでしたか。それはもう嬉しかったです。それからね、それから、ええ、まあ、10月15日引退したわけですけれども、うん、その三浦友和さん、それまでこう捧げる三浦友和さんの一番の魅力は何でしょうか。一番の魅力、そうですね、一番の魅力、全部いいから。小さい声で本当にボソボソって言いますけど、あのね、うん、そうだな、やっぱりその人の何がいいっていうことじゃなくて、本当にこの人と一緒に生活をね、で自分の家庭っていうものを持って、生活っていうものを作っていきたいなって思えた人なんですよね。やっぱりとってもあやふやであったり、いい加減な男性だったらきっとそんなこと思えないと思うし、まあ、私の中ではやっぱり、そういう部分で引っ張っていってくれると思ったし、またある部分では私が引っ張らなきゃいけないしなんて。でもそんなにね固く考えなかったんです、そういうことに対しては。ただどちらにもこう無理が生じて、やはりどっちが中途半端になってしまってもね、皆さんに対してとても失礼だと思いましたんで、まあ、それは私の勝手な考え方って言われてしまえばそれまでなんですけども、うん、そういう気持ちでその道を選びました。そうですか、ありがとう。私も主婦としてね、はい、やっぱり女の幸せは結婚だと思ってるんです、うん、今子供もいますし、はい、ですからぜひ幸せになっていただきたいと思います。それでね、はい、ファンの一人としてのそのわがままを言わせていただければ、はい、まあ、子供が生まれて自由な時間が少しできると思うんですね、うん、そしたら、まあ、司会業でもいいから復帰していただきたいなと思うんですけど、いかがですか。そうですね、自分の中ではね、はい、まあ、復帰っても、いや今から、結婚前からずいぶん言われちゃってるんですけど、はい、もう全くというか考えてなくってね、まあ、おそらくこの仕事にはこういう形で戻ってくるっていうことは、今のところは考えてないです。はい、はい、それを聞いて残念ですけど、でもすごくなんていうのかな、また好きになりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとう。さて他にもさ、あら急に増えたりなんかして、ぜひ一番前の、はい、あ、はじめまして。はじめまして。ですね、はい、山口百恵さんが私たちのこのファンに対して、はい、いろいろアピールしてくれましたよね、あなたのすべてを、うん、それで私のすべてを、あ、それでですね、はい、私たちのファンの中の山口百恵さんというのはやっぱりいろんな範囲で存在価値っていうのが違うと思うんですよね、一人一人、うんうん、それと同じようにあなたの中のファンっていうそのファンの価値っていうものはどんなものだったんですか。うんうん、そうですね、これは本当に真剣にお答えしたいんですが、やっぱり私っていうのはもちろん歌を歌ってきたり映画を作ってきたりして、でもそうした中でなぜ8年約8年間
ちゃんとそれほど悪い思いもしないでやってこれたかっていうと、それはやっぱりファンである皆さんの存在があったからだっていうのはね、全然こう嘘偽りなく本当に真剣にそれはそう思えるんです。やはり皆さんが、とても多くの方たちがね、私を信じてくださる、ある意味信じたり、こうとっても好きだって言ってくださる。でもそこの間には何があるかって言ったら、皆さんも例えば私を信じるときに、とてもあやふやなものしか、やはりその私を